キチャンネル。ちょこんにちは。さあドラフト通信も、はい、やってまいりましたこの季節。はい、もうドラフトの話題ですか。もう行かないと、うん、あのドラフト全企画、はい、多分40個ぐらいあるような。ありますね。3段階に分けてやりますね。そうそう、通信簿、去年ね、おととし、まあ、過去3年ぐらいのドラフトの、まあ、どこのメディアもやんないからね、うん、いいのやつばっかり言って、もう去年の反省せえへんね、うん、自分たちの言ったこと、はい、俺らはちゃんと回収していこう、はい、ね、俺よ、いいと思ったけど、ダメだったのか、あんまりやと思ったけど、いいのかっていうね、うん、回収していこう、はい、まあ、でそれがまず12回あって、はい、で次にあの全チームの今年どのポジションのどんな選手を取ったらいいのかっていうドラフト戦略を12回取って、はい、でドラフト終わったら全チームのドラフトの評価を12回やって、はい、でそれが36回あるけども、その間にまたドラフト1位だけの評価とか、あ、そうですね、いろいろやったら多分40回ぐらいだった。40回、これもう一番力入れてるから。いやいやいや、今年もね。今年も、うん、でも人気企画ですから。そうそうそう、ね、あれでもね、本当に、はい、まあ、言ってるじゃないですか、うん、ちょこちょこその 見ましたとか言ってくれるんですよ、うん、でヤクルトで働いてる子がいて、うん、静岡の佐藤君の名前出した時にすぐ連絡来て、うん、わありがとうございますみたいな、うん、だからちゃんと見てくれてるんやと、うん、嬉しいですね。俺だって3球見て、あ、いいチームから武田君ね、3球だけ見てね、はあ、でもなんかアマチュアも見るし、うん、球団関係者も見るかもしれないし、うん、結構でプロ野球ファンはやっぱり誰がどこが欲しいんだろうか見るから、うんうん、これもう大型企画ですから、うん、ねえ、うん、だんだんね、このコンテンツの良さでね、はい、このさだきチャンネルのやり方をパクってきてる人たちもいるけどね。あ、そうなんですか、うん、へえ。やっぱあの3球で良かったとかキャッチーだったんちゃうこれ引っ張れるぞってそこでセルフィンですか、うん、うん、まあでも行こう、はい、今日はね、ロケ編です。はい、通信簿だから、うん、ね、まず去年のドラフトのね、あの振り返り、はい、去年ドラフトロッテ1位上田、うん、2位大谷、3位木村、4位早坂で、5位寺地、うん、5人だったんですね。そうそう、5人でね。で、佐々木チャンネル的評価は、まあ、佐々木の予想は前田、大阪桐蔭で前田行ったらいいんちゃうかみたいな、今後の未来に向けてみたいなね。でもいいんだよね、前田はソフトバンク、ね、めちゃめちゃいいっすよ、はい、だから俺、狂いなかったよ。狂いないっすよ、前田でよかったんちゃうんっていうね、ところあるけど。で、袴田さんは渡来ね、はい、で渡来行ったんだけど外して、はい、で次草加行って外して、うん、で細野行って外して、はい、で最後上田9と。あ、そっか、それで 4? そう、外れ外れ外れ1、うん、抽選ね、はい、で、評価は A、うん、ドラフトの、ね、まあ、ショートガチャは終了したでしょうと、うん、ね、で上田獲得するということは安田、山口、藤原の期待値が下がってんちゃうかと、うん、まあ、上田外野も守れるっていうところでね、はい、で大谷が未来の守護神になる可能性もあるんちゃうかと、うん、で木村早坂は2年後2025年に期待やと、強いて言えば長距離方法欲しかったっていうね、結構当たってんじゃん、はい、長距離方法今だって昨日もイベントしたんだけど、トークショーのね、はい、パブリックビューイング、うん、あの次どんな選手欲しいですかって言ったら、はい、長距離放置してたもんね。ほら、一致団結してんねん俺は長距離放置結局今年だってあの今スタメン出てる選手、はい、うん、藤岡の5本がホームラン最大からだ、日本人ね、はい、日本人、あと外ポランコはいるよ、はい、日本人の最多は藤岡の5本やで、あ、山口選手って今年だいやなんかもう全然全然ですね、あ、もう小山口になってる。何ですか小山口って。小さい小さい小さい山になってる。小さい山、青山じゃなくて小山になってる。そうそうそう、小さい山になってる、うん、もうね、私前まで30本、今年は30本とか言ってましたけどね、もう3本がギリギリやと、うん、でも長距離補給はいないですもんね、全くいない。アジャがね、まあ、アジャ、アジャ終わったんちゃう、だから、ね、そうそういうの長距離打ちそうなんだ、全然おらへんで、ね、いないですもんね、うん、で、じゃあちょっと見ていく、はい、上田9と、うん、まあ、やっぱりプロ 1年目は難しかったね、はい、まあ、でも1軍では 2割5分9厘、はい、何試合出ました。58打数21試合、うん、でも使えへんもんな、うん、怪我したんすよ、うん、いいところで、うん、それがもったいなかったね。2軍で2割8分5厘、はい、ホームラン1本、うん、長打力ないな。でも松田スカウトはコンタクト率の高い中距離ヒッターで、うん、率も残せて二塁打も非常に多い、うん、チームの核になる内野手として活躍です、うん、だからまあ来年やな、うん、ちょっと、はい、まあまあまだ1年目やしな、うん、まあまあいい感じでは来てんちゃう、はい、いい感じではね、うん、正直ね2軍でもまあそこそこ追ってるしね、はい、怪我なくねいければね、うん、
ちょっと今 NS さんが当たりがすごい強いから、うん、ファンからの来年一軍に上田球とかもうサードでいるかもしれんよな、勝負ね、うん、ああそういうことね、はい、かなり当たり強いから、うん、はい、なんで使ってるんですかって俺に聞かれて、はい、知らんちゅう、ファンから使ってる知らんちゅうで、そう俺は監督ちゃおっちゅう佐々木さんだと使いますかって言われて、俺だったらもそもそもコンバートさせてへんちゃう勝負ね、そもそもね、はい、で、大谷、はい、未来の守護神になるんちゃうかっていうね、うん、これ期待値高かったんですけどね、うん、こういうのがダメになってくると結局独立はとかなっちゃう、そうなんですよね、独立の速球派がね、あ、だってファームでもあの11試合しか投げてへんねん、7点だ、怪我かな、怪我してなかったと思うんですよ、もう、でもそんなだって24歳でそんな調整入るぐらい体力ないんだったら終わりやで、まあまだ教育中やな、うん、まあまだ、まあ、俺の期待値ほどは頑張れてないね、はい、うん、そうですね、うん、確かに即戦力、そうか、社会人を経て、そうなんですよ、独立してるんですよ、ね、本当に即戦力だったんですよ、中継ぎのね、だってあの愛称は富山の大谷って、そりゃそうやろ、大谷になります、そうですね、これが大谷じゃなかったら、はい、富山の大谷でおーおおと思うけど、はい、大谷だから、そうです、ね、富山の大谷って言われてもそのままだからね、だって日本海リーグの富山のチームなんでしょ、はい、富山の大谷、はい、え、俺だって千葉の里崎って言われるもんね、そうですねですっていう、はい、そんな見出ししかなかったんかって今思えばね、小松大谷出身でね、だから大谷と大谷やったと思うんです、確か、あ、本当だ、小松大谷、大谷なんですよ、それでなんですよ、しかも石川出身やし、そうなんです、だからもう大谷翔平の大谷じゃないんですか、もうかけてるってことですか、小松大谷でさらに名前も大谷やし、うん、っていうことってもう大谷翔平にはかけてないの、思いますけどね、でもそれだったらもう完全に自己紹介で、うん、あの袴田さんに静岡の袴田って言って、いや本当そうですよね、そうですって言った、はい、その通りですって言ってるお前で、まあ、いや本当に上手かけてますね、かかってるんで、かかってますわ、ね、その3つにかけてますわ、多分かかってなかったら自己紹介やんな、静岡の袴田ですってはい、その通りみたいな、でみたいな、もうあの日本の佐藤ですみたいな、そうですね、もうアメリカのウッズですみたいな、はい、やばい積もったでも目標は楽天の棋士だ、おお。ちょっとタイプが違う、ちょっとおいそこ、うん、全部が間違ってんねん、多分方向性ミスってる方向性ミスってるかもしれない、うん、あのドラフトの時は、はい、俺らも多分冷静じゃなかったから、はい、これをほーって読んだかもしれないけど、うん、まあ、1年経ってその選手も見て冷静になると、はい、いろいろおかしい、そうです、ね、だってあの球速160キロを目指している、うん、はい、相性が、自己紹介で富山の大谷いやだって5でいじったらかわいそうだよ、そうですよ、うん、で、160キロを目指してるんだけど、はいはい、目標は棋士どっちかっていうと制球力、制球力と緩急、緩急先発型、しなやかに投げたい、カーブカーブ、そうそうそう、カーブカーブえ、じゃあストレートはめっちゃ球速ビューンって出して、で緩やかな感じで、もそれはもう騎士じゃないから、騎士ストレートもね、うん、しないそれだったらあのマー君ぐらいになっちゃう、確かにそうですねだから分かった、騎士投手は好きなんだ、騎士投手が好きみたいな、うんうん、まあでもちょっと、はい、ね、うん、まあ、まあ、まあ23歳だからね、そうそうそう、まあこっからね、うん、今年だから24歳になってんのか、はい、今なったとこですね、あ、まあでも来年ぐらいには連れてこないとね、うん、25だからね、そうですね、出てほしいですね、で、続いてね、木村早坂、はい、これ俺木村1位でもいいって言ってたの、言ってましたね、うん、そうそうそう、霞ヶ浦高校のね、ね、木村優斗くん、うん、どうだったんだろうね、はい、もう俺は2軍の情報とか知らないからね、うん、でも10試合投げて6先発防御率 1.50、 おいいやん、いいじゃん、めっちゃ、うん、これ期待だね、うん、出てきそう、俺見れば、やっぱよかったよね、取られなくてね、いや、そうっすね、あ、俺、いいやん、うん、これもう怪我しないでいったらね、はい、かなり3位で取れてるっていうところが大きいよね、うん、早坂、はい、2軍で防御率が 18.00、 でも4試合しか投げていい、うん、そうですね、まだ教育中かな、で先発もしてないですね、うん、そうだ、リリーフだね、投球回数4試合だけど3イニング、うん、ホームラン2発だけ、うん、まあまあまあ
こっからだから、うん、まあ、だってあの投手歴浅いって書いてある。そう、キャッチャーだったんですよ、うん、ずっとキャッチャーやってピッチャーやって肩が強くて球が速いっていう、うん、こっからっす、まあ、こっからやな、こっからだ、今育成中だな、まだまだ、うんうん、で、寺地これめっちゃいいですよ、うん、今俺ダッシュ、はい、ね、めっちゃ打ってて、うん、これ一歩間違ったらコンバートされるぞサードサードに、うん、一歩間違ったらだってまあ佐藤俊哉が今年いい感じだ、いいですね、俊哉君ね、で、まあ、松川もいるわけでしょ未来に向けては、はい、ってなったらこれだって松川寺地にも負けたらもう終わりだからね、うん、正直ね、そうですね、で寺地も左だもんね、左ですね、だから佐藤と被るからね、被るですね、うん、一歩間違ったらコンバートあるね、まあもう高校の時からサードやってましたからね、うん、彼、はい、3割1分2厘、高卒1年目やで、すごいすごいよな、85試合出て3割以上、これはすごいよね、うん、ファームで、うん、うん、すごい、これはもうしかももうまだ育成中だから、いや本当すごいですこれ、彼卓越したミート力が持ち味の新人捕手、うんうんうん、出てきそうですね、いいねこれはね、打てるキャッチャーって打てる捕手、うん、でもサード守ってる可能性あるよね、そうですね来年打てるからそぐらいいるって言って、うん、でまあ佐藤もいるからね、はい、そうですね、うん、だからまあ大きさに言うとキャッチャーもできてサードとかファーストもできるって、まあ、坂倉みたいになると、はい、使い勝手いいし、はい、あと本人が一軍に出れるチャンスが増えるから、はい、まあね、佐藤俊哉をファーストに追いやってもいいけど寺地の守備が上手いんだったら、うん、だからここが守備上手い方を使ってどっちかはキャッチャーじゃなくなる可能性もある ね、まあ、それでもいいよね、うん、チームのためにはね、いいっす、そう考えたら俺の評価 A もまあいいんちゃう、いいっすね、うん、全体的にね、うん、まあだってこの回3、4、5は高校生だから、はい、その中でもいい感じでできてるしね、うんうん、ちょっと大谷君だけがもうちょっと頑張っていこうっていう、はい、そうですね、うん、まあ、即戦力だけでね、そうそうそう、うん、まあ、怪我もあったかも分かんないけどもね、はい、だから来年ぐらいはもう勝負の年になるね、うん、でまあ、上田はいい感じで来てるから、はい、そういった意味ではね、いいね、うん、やっぱ A 評価当たってるんじゃん、うん、未来に向けてもね、そうですね、うん、はい、じゃあちょっとおととし見よう、おこれ大体2年3年振り返ってくるのがこのチャンネルなんですよね、そう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 、はい、うん、でおととしね、はい、1位から、うん、菊池友杉、田中春也、高野、はい、金田っていうね、うん、ところで監督はね、なんて、はい、これもう言ったやつ全部振り返っていくからね、はい、ロッテ吉井監督、うん、プラン B でしたけども、うん、プラン B、うん、あ、外したんだね、あの、うん、庄司行って外して、あーそうだそうだ、そんで菊池、はい、で、あのプラン B でしたけど満点と、うん、これもよくよく考えたらおかしいね、はい、あのプラン B でしたけども100点、うん、100点に近い点数だと思います、うん、じゃあ満点じゃないや、そうですねいろいろと言葉に矛盾がね、ちょっと面白いですね、多分、うん、あのレコーダーで撮ってるから、はい、そうやって言ってはそのまま書き越してると思うんだけども、うん、あのプラン B でしたけど満点、うん、100点に近い点数だと思います、これ国語だったらバッツだよね、バッツでもまあ解釈によってはプラン B としては満点でも、もともとプラン A を考えてたとしたら100点ではないから100点にでも近いみたいな、まあ、でもそれだったら、うん、あのプラン B でしたけども、満点に近い点数だと思いますよ、まあ、そのがシンプルですよねもしくはプラン B でしたけど100点に近いドラフトができました、の方が分かりやすいですね、うん、満点いらないですね、いや満点だったら満点でしたでいいと思う、いろいろと面白いっすよね、うん、勝ち方が、俺も怖いな、そうやってこんなこと言ってたぞって言われたもんね、大体、うん、で、はい、私のくじは0点です、まあ引けなかったからね、はい、投手もショートも守れる選手も指名できて、2年連続の大学生の二遊間に指名は二遊間もチームの中心になってくると思うので、そういう意味でもショートセカンドを守れる選手を狙っていたという戦略ですというところで、まあ友杉取ったんだよね、はい、菊池ね、うん、複雑カード、はい、右腕をコンパクトに使うことで球速以上の速さを感じさせる、打者に対しての闘争心も持ち合わせてるっていうね、うん、即戦力ですって、うん、まあ、即戦力ではなかった、はい、まあでも投げてますからね、投げてるだけだからダメだから、それはね、うん、はい、ちょっと武器がね、うん、これっていうのがね、これっていうのがないね、なんかフォークも緩いね、なんか、うん、まっすぐと今リリーフだからフォークしか投げてないけど、なんかこう何が武器なんていうね、うん、あの感じが、う
住んでだからもう一歩せそれだったらもうちょっとだからもうあの球種だったらもう守護神タイプやねん、はい、正直、ね、それだったらもっとまっすぐドーンっていかないと、うん、あのタイプの球種のピッチャーは困ってもまっすぐ投げてもファールを出せないといけないから、はい、あのかわすってあの球種だからきついと思うから、うん、やっぱそういったところではもうちょっとまっすぐをクオリティ上げていかないときついけど、うん、上げていけさえすれば、はい、守護神とかその8回とかにいける感じのポテンシャルはあると思うから、まあ、そこ勝負だね、はい、私未来予想で菊池投手守護神に就任みたいなんか言った覚えあるんですよね言ってましたね言ってましたよね、どっかで、うん、だから球種的にはいいんだけどね、うん、だからそこだね、うん、もうちょっとまっすぐのもなんかこう質を上げていきたいね、はい、で、14試合投げて 1.6 球そうそうでしかも2軍では24試合投げて 1.44 だから、うん、こうクリアしてるんだよ、はい、1軍条件ね、うん、だからここは勝負だね、はい、そういった意味ではね成長をっていうところですね、うん、そうだからもうちょっとストレートの質を上げていければ、うん、守護神になれるとはいで、田中春也、うん、結構いい感じで育ってんちゃうね私あの始球式した時に先発でプロデビューって言ってで1勝1敗 2.40、はい、で2軍でも10試合に先発して 2.96 だから、うん、で二十歳でしょ2年目、うん、まあまあね、うん、いい感じで来てるね、はいうん、ここまで高卒2年目でね、うん、先発デビューしてますしね、うん、で、高野、うんねはい、頭がギーンっていく投げ方でしょ、まあ、だからここら辺はもう田中とかと勝負だね、うん、彼だけ怪我しちゃったんだよね、うん、確かあそうなんですかそう俺がいいんちゃうキャンプ見ていいんちゃうかなって思ったそうですね左手、うん、7月25日2軍でも2割6分8厘、ねまあ、怪我したからまあまあでもまあ高卒だからね、うん、2年目で友杉ね問題の友杉、はい2割1分7厘、うん、一時よかったのね、うん、一時ね2割1分7厘、うんうん、一気に確保してみて、はい、でオールスター明けで1割台落ちんちゃうかっていうところでちょっと踏ん張って今2割1分7厘になって、うん、でもう蓋開けてみたら、はい、ショートオーガーが守ってますだから、うん、中村コンバーズ戦ってもよかったって、うん、そうですねもしくはいろんなとこ守れた方がいいやん、うん、だから藤岡もセカンドだけじゃなくてショートも守れたりしてたら、うんいいんちゃうかって思うけど4月5月ぐらいがめちゃくちゃイケイケだったんですよねうん、うん、そうそこからねでだって昨日イベントで、はい、次誰取ったらいいですかって言ったらもうまた内野って言われてたって言われてたよなファンがですか、まうん、内野ってドラフト1位どう取ったらいいですか内野って言われてたへえ。またって言ってまたショートガチャ始まりますそしたらもう宗山くんになっちゃいますよって言って、うん、行ったら終わるよって行こうかな行きそうなんですよね、2年連続明治の内野上田も取って、うんまあ、これはまたね戦略どこで取った方がいいかって、ねうん、考えよう、まあ、だからこの去年もおととしも、うん、その高校生の未来の成長的な感じだと、うん、いい感じに来てんだけど、はい、即戦力的な取った選手たちが、うん、ちょっと輝いてないよな、うん、そこら辺がちょっとだからその高校これ一番最悪がそのいい感じで育ってる高校生が育ちきれなかった場合誰もおらんってなるから、うん、そしたらもう暗黒、はいね、でその前が松川池田広畑秋山八木誰もおらん誰もおらんぞ毎日君にもう3年目やぞ今年ちなみに、3年前のドラフト、はい、ロッテね、後半ちゃんと新聞残してあるんですよ、うん、2021年10月12日の、はい、全部残していく、うんうん、その時ロッテ井口監督だったんですよ、はいね、その松川のドラフトね、うん100点満点以上と、ね、おシミュレーション以上ですと、うんね、2位で池田君は DeNA の牧のようなイメージですと、うん、2塁も3塁もいけると思うと、うん、広畑君も我々はドラフト1位候補で考えていたので3位で取れたのは非常に良かったと、うん、ねって言ってます100点満点以上、うんまあ、難しいねそうですね、うん、想像と理想と現実はやっぱ違うからな、うんうんうん、選手が悪いかもしれないですね、うん、選手が悪いかもしれないですね、ま、期待に応えられてないとそういうことなんですっていうパターンもあるし、うん、目だねだってその年のドラフトで言ったらよだって桐敷とか3位だからねそうですよ阪神ね前川右京4位だったんだ前川選手ね、うんうんうんであとは下位の方だと末金6位6位ですよ、うん、で DeNA 梶原おー6位6位、うん、であとは
ソフトバンク野村勇美、まあ、ちょっと怪我しちゃったけどね、うん、でも新人初の2桁本塁打とかね、うん、上川畑9位北山8位、はい、だから何が悪いか分かんないね、うん、でもそうやって言ってたっていう情報です、はいはい、でその前が鈴木翔太、中森、小川、川村、西川、まあ、川村怪我してて ね、うん、で試合下にもなったけどね、はい、ここからっていうところもあるけど、まあ、鈴木翔太もやっとね、うん、今年さ4年目でね、うん、リリーフでね、うん、もう今一番リリーフで信用できるんちゃうかっていうぐらいね、はい、里崎チャンネル見てるしね、そうだ、あ、そうなんですか、え、言ってたじゃないですか、あの国吉君と鈴木翔太が、あ、言ってた、国吉と鈴木翔太だったあれ、うん、でしたっけ、そうだったと思いますよ、うん、坂本とかじゃなかった、いや、違います、鈴木翔太君、最近ハマってるのは、うん、里崎チャンネルを見ることってどっちかが言ってましたよね、どっちかが言ってた、それはやっぱ最近いいから褒められるからちゃうでも本当今年いいからね、いいですよね、うん、これ左のリリーフって日本球界あんまりおらんねん、うん、だからプレミア12いけるかもかね、お正直ね、はい、でその前が佐々木朗希、佐藤、高部、横山、福田、うん、まあ福田はね、うん、あれに日本ハムにトレードになっちゃったけどね、まあちょっと即戦力系がうまくきてないな、確かに、うん、だからこれ育て系が育ちきれないと、うん、また暗黒になるな、今見た3年の中でがっちりレギュラーって何人いるんですか、もうがっちりレギュラー、この3年で、はい、がっちりレギュラー、うん、おらんで、鈴木翔太投手は4年前だ、いや、そっか、そうですよ、そっかそっか、うん、じゃあこの3年ではこう今もう入ってるよって人いないんだ、この 3年で、はい、絶対一軍にいるやつが友杉だけだから、あ、危ないよこれ、ちょっとそうですね、うん、まあ、未来に向けての、未来に向けての期待値はあるけども、うん、だから最後の一押しが足りひんねん、そうですね、この足りないピースを即戦力で取ってんのに、はい、その足りないピースが活躍しないから、うん、最後の一押しができないから、で結局層も薄くなって疲れてきてバタつくね、はい、そうですね、もう分かってるやつだ、ね、うん、まあまあでも高校生はね、今二軍でいい感じになってるから、うん、まあ、それちょっとうまく育てばね、はい、熱くなるけども、それいつですかっていうのが気になるよね、うん、いつ出てきますかっていう、はい、まあ、ということで、まあ、去年のドラフトはまあ A 評価のままでいいよね、うん、そうですね、うん、これはまあね、でもぶっちゃけロッテの編成は即戦力を見極めれない、うん、っていう結論、いやだって即戦力って書いてんだから、うん、俺らが言ってるわけじゃないの、はい、即戦力って言ってんだから、うん、本人たちが、はい、でも即戦力ではないっていう感じです、はい、まあ、これをね見据えてね、また戦略を練っていきましょう、どこを取った方がいいのかというね、そうそうそう、はい、